どうもこんにちは。今回はこんなものを作ってみました。これは何かと言いますと、これは手動の真空ポンプです。材料は水道管などに使われる塩ビパイプで、とても安く、また加工もしやすい。それでいてこれはエアコン工事にも使えるほどの真空が作れるという優れものです。YouTube でこれの作り方を紹介されている動画を見て、これは欲しいと思って作ってみました。詳しい作り方は元ネタの動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。この動画では作り方の流れの紹介とちょっとした実験をやっています。これは塩ビのキャップです。これを削ってピストンを作るのですが、この真空ポンプ作りの中で最も辛い作業がこれです。こんな感じで先端を真っ平らに削りました。まるでポルナレフの頭のように。とは言っても削ったのは 1.5 ミリぐらいですかね。これは作業としてはまだまだ序の口で、本当に辛いのはここからです。これはオーリングをはめる溝を削っているところなのですが、この作業が本当に苦行。押さえる指は痛いし、そして削りすぎると台無しになるというプレッシャー。これを乗り越えなければピストンは完成しません。こんなもんでいいかなと試しにオーリングをはめてみますが、多少緩くなっているものの、これではダメで、もっとゆるゆるにならないとシリンダーとなる VP25 に入りませんでした。でさらに削ったのがこちら。オーリングをはめて、これぐらい緩くならないとシリンダーに入っていきませんでした。これはこの後もう少しだけ磨いて完成です。完成したピストンをロッドに接着します。次はシリンダー作りです。これは先端に逆止弁を取り付ける穴を開けているところです。逆止弁に合わせて皿もみするのですが、専用の工具を持っていないので太めのドリルで少しだけ削りました。そして使った逆止弁はこちら、水槽のエアーホース用のチェックバルブ、195円。先端のいらない部分を切っているところです。ハサミで適当に傷を入れてポキッと。キャップに刺して辛い位置になるように、これを接着剤で固めます。接着剤をたっぷり塗ってクランプで押さえておきました。シリンダーとなる VP25 ですが、キャップがきちんと奥まで刺さるように削っていきます。これはピストンを削った時の苦行に比べれば非常に楽な作業でした。次にシリンダーの内部にグリスを塗っていくのですが、私はこの自転車用のグリスを使いました。シマノのプレミアムグリス。ピ
ピストンを使って少しずつ塗りました。ピストンの先端にグリスを塗ってシリンダーに差し込むというのを何度か繰り返して塗っていきました。これグリスを塗らないと硬くて動かないんですよね。最初試しに何も塗らずに差し込んだら抜けなくなって焦りました。内部にグリスを塗った後、先端のキャップを接着しました。あとはピストンの抜け止めのソケットと、ピストンを引く時の持ち手となる三つ股のソケットを取り付ければ完成です。というわけで、これが完成した手動の真空ポンプです。ちょっと引いてみましょう。そうなんです。先に何もつけずに空気を引くと、チェックバルブがすごく鳴くんですよね。こんな感じに。でも先に何かをつなぐと音は聞こえなくなります。これで弾いてみます。とりあえず音は聞こえなくなったので、これでよしとします。せっかくなので何か遊びたいなと小さな真空チャンバーを作りました。これは鮭のフレークが入っていた瓶です。その蓋に穴を開けてワンタッチ継ぎ手を取り付けています。このワンタッチ継ぎ手はネジ部分が M5 でチューブが外径 4mm のものが使えます。これで小さな真空チャンバーの出来上がり。ポンプを引くと蓋がペコッとへこみます。そしてホースを抜くと空気が吸い込まれる音がします。小さな瓶なので派手さはありませんが、ちょっとした実験はできますね。残念ながら私は真空ゲージを持っておりませんで、代わりに家にあった大気圧センサーで遊んでみます。このセンサーは大気圧センサーで260から1260ヘクトパスカルまで測ることができます。表示の下の段が大気圧で、現在1011ヘクトパスカルとなっています。これを真空チャンバーに押し込みます。はい、現在1011ヘクトパスカルを示していますね。これを軽く引いてみますと一気に下がりました。本当に軽く引いただけです。さらに引いていきましょう。400。ちょっと数値が戻ってますね。完全密閉はちょっとできていないようですね。
さらに引いてみます。300切りましたね。センサーの限界を超えて壊れそうなのでこの辺りで引くのはやめますが、1011から290まで下がったのでマイナス700ヘクトパスカルくらいは簡単にいくということですね。メガパスカルで言うとマイナス 0.07 くらいでしょうか。よく言われる 0.1 までもう少し。はい、続きまして定番のマシュマロ実験でございます。マシュマロを瓶に詰めていきます。結果は分かっているので少しだけにしましょう。ホースをつないで引いていきます。大きくなってますね。想像していた以上に膨らんでいます。ある程度大きくなるとここで縮んでいきました。これエアーが漏れたわけではなくてこういうものらしいですね。知りませんでした。どういう理屈なのでしょうかね。はい、ではホースを抜いて圧を元に戻します。他は分かっていましたが面白いですね。こんなにシュワシュワになるんですね。もうこれ触ってみると意外と柔らかくて食べてみると普通のマシュマロでした。美味しかったです。最後にぜひやってみたかった真空脱法の実験です。エポキシだとかレジンだとかの泡を抜くというあれです。ただちょっと現在手元にそれらがなくて代わりとなるものを家の中で探しました。で見つけたのがこれです。洗濯のり。適当な粘土があっていいかなと。これを振って空気を含ませて実験してみます。結構泡が入りました。これをペットボトルのキャップに少しだけ入れて試してみます。泡の洗濯のりが入りました。で今回ホースを長めにしました。ホースが短いと瓶を動かしてしまうので、はい、それでは引いていきます。どんどん泡が出てきます。こ
それ出すぎじゃないですか？もしかして洗濯のりが沸騰しているのでしょうか？引けば引くほどどんどん出てきます。これ脱法じゃなくて泡を増やしてしまっているような気がしますが、ちょっとキリがないのでそろそろ空気を入れて気圧を戻してみます。これはどうなったんでしょうか？気圧が戻って一気に沸騰したということかな。キャップを取り出して残った洗濯のりを見てみたのですが、まだ気泡が残っていました。この実験はちょっと失敗のようですね。また真空脱法の方法を勉強してからもう一度挑戦してみたいと思います。というわけで今回の動画は以上です。どうもご視聴いただきありがとうございました。